球上に生息する動物たちの約 3% が一夫一婦制をとっているってご存知ですか？その中には初めて恋に落ちた相手と一生涯を共にするという動物たちもいるのです。鳥科の動物たちは基本的に一生を同じパートナーと過ごすことが多いのですが、格闘ワシはその中でも少し日本の古い家族関係に似ているかもしれません。子供が生まれなかった時や相手の死によってパートナーが変わることは稀にあるものの、基本的には恋人関係が成立した後には生まれてくる子供たちのために巣を作り、その巣を母屋として子供たちは隣に巣を作るのだそうです。現在までに見つかった最大級の白頭ワシの巣のサイズは約3メートルで2トンもの重さがあるのだそうです。そこで今回は一組の白頭ワシのカップルの話をお伝えします。カリフォルニア州の自然保護団体では、森の木の上に巣作りした白頭ワシの子育ての様子をライブストリーミング映像で伝えています。そのライブ映像の一部を録画したワンシーンがあまりにも切なすぎると多くの人々の心を打ちました。そのカップルは過去に2度卵の孵化に失敗し、今度こそはと熱心に卵を温め続けました。その甲斐あって卵の内側からヒナが殻をつつく音が聞こえ始めました。ところが動いていた卵が全く動かなくなってしまったのです。それでも白頭ワシは決して孵化することのないであろう卵をけなげに温め続けていました。カリフォルニア州の自然保護団体はビッグベアレイク市近郊の森の木の上に作られた白頭ワシの巣を観察し続け、そのライブストリーミング映像を SNS でシェアしています。この巣では9歳のメスジャッキーと7歳のオスシャドウが去年1月に2個の卵を産みました。しかし残念ながらその2個が孵化することはありませんでした。そして今年1月再びチャンスが巡ってきたのです。メスが3つの卵を産みました。それを知った多くのユーザーたちは今年こそと映像を見守り続けてきました。ところがそのうちの2個は渡りガラスに奪われ、残り1個も孵化中にアクシデントで割れてしまうという悲劇に見舞われました。何度産んでも我が子に会うことができない白頭ワシのカップル。しかしこれが自然の厳しさというものなのでしょう。そして今年3月白頭ワシは2つの卵を産むことができました。カップルに感情移入したファンたちが歓喜したのは言うまでもありません。そして3度目の孵化に大きな期待を抱いていることは Facebook に寄せられた2万3000件を超える反応からも明らかでした。 Facebook に投稿された文章には、ヒナが卵の内側から殻をくちばしで引っかく音が聞こえ、眠っていたジャッキーが起きたと書かれていました。ヒナが卵の中から泣き声を上げていたことも綴られていました。今度こそは孵化させることができるかもしれない、ファンの期待は大きく高まりました。ところが孵化している途中の1個の卵の動きが完全に止まってしまったのです。 Facebook では次のように悲しみをシェアしました。
昨夜まで孵化寸前だった1個の卵は今日の午後動かなくなりました。ジャッキーとシャドウは優れた親鳥で2個目の卵を今も懸命に世話して温めていますが、どうなるか分かりません。自然界で起きていることを見守ることは喜びと興奮を得られるとともに、このように予期せぬ出来事が起こると見るにこらえないほどの辛さを味わうこともあります。でもこれが自然界なのです。私たちは手を出すことが許されず、ただ見守っていくしかないのです。白頭鷲の産卵は通常約35日で孵化するそうです。カップルの2個目の卵はすでに40日を超えていて、無事に孵化する見通しは暗いようです。それでも白頭鷲のカップルは懸命に卵を温め続けています。なかなか我が子に会うことができない白頭鷲のカップル、これまで映像で白頭鷲のカップルを見守ってきた多くのユーザーたちは、孵化しない卵を温め続ける親鳥の姿にかなり胸を痛めているようです。自然保護団体は最後まで希望を捨てずにカップルを見守り続けていくと語っています。自然界の掟というのはとても厳しいものです。このカップルに我が子と出会える日が来ることを祈ります。おしどり夫婦という言葉がありますが、これは仲睦まじい夫婦を表す表現です。おしどりは確かに繁殖期前後は仲良く寄り添って暮らしています。というのもメスを射止めることができなかった別のオスが現れて、すでに夫婦になったメスを奪おうとするのです。だからオスはなるべくメスのそばに寄り添って妻を守らなければなりません。きっとこの姿を昔の人が見て、仲睦まじい夫婦をおしどり夫婦と解釈したようです。しかし実はおしどりは毎年パートナーを変える動物なのです。おしどりは繁殖期が過ぎると全てのペアが関係を解消して一旦リセットします。そしてまた次の年には新しい相手と子供を作るのです。そんなおしどりとは違ってパートナーを変えない鳥もいます。それが白頭鷲。白頭鷲は夫婦になった相手を生涯変えません。さらに夫が積極的に子育ても行うイクメンなのです。仲睦まじい夫婦を表すなら、おしどり夫婦というより白頭鷲夫婦の方が言えているかもしれません。そんな白頭鷲夫婦であるジャッキーとシャドウ、なかなか子宝に恵まれずにいますが、夫婦の愛情があるからこそそんな悲しみにも乗り越えていけるのかもしれないですね。最後までご視聴いただきありがとうございました。